リーズカブリオレーの磁気型プロトタイプを初めてカメラが捉えた。最大の注目はルーフが電動リトラクタブルハードトップから BMW 伝統のソフトトップに変更される点だ。4シリーズカブリオレは3シリーズカブリオレの後継モデルとして2013年に初代が登場。20秒で開閉可能なメタルトップを装備し、スタイリッシュなコンパクトオープンとして人気を博した。初めて捉えたプロトタイプはキャミーのヘッドライト&テールライトを装着した完全防備のフルカモフラージュだ。しかしシドニーグリルにかぶされたフロントメッシュの奥にはレッドフォーシン型と同じグリルパターンが見えている。プラットフォームには10月にも発表が期待される3シリーズ新型と同様フラーを採用しホイールベースを延長、ファブリックルーフの採用と合わせて大幅な軽量化が期待できそうだ。キャビンにはフルデジタルインストルメントクラスターを採用。最新のタッチスクリーン、シフターなどを装備するとともに次世代デジタルコックピット BMW オペレーティングシステム 7.0 の搭載も期待できる。パワートレインの詳細は不明だが直列4気筒エンジンと直列6気筒エンジンが引き続き採用されるほか、直列3気筒エンジンの設定も噂されている。プロトタイプの状態から見るにワールドプレミアは2020年以降か。話題の新型車を最速スープ、スパイダー7 http://spyder7